今日3回目ただいま。エレキもいいな。なんたってこのネックが細いから押さえやすいっていうところがあるね。クラシックギターって結構この盤面っていうかネックが広いよね、うん、クラシックギターって元来あんまり歌の伴奏でコードを弾くじゃなくてメロディー中心にっていうところだから盤面が広くなってるのかな。フォークギターとかエレキはジャカジャカ向いてだからコードが押さえやすいっていうためにかどうか知らないけど、まあエレキでもメロディーは弾くんだけど。じゃああんまり喋っててもなんなんで、拓郎の途中までは聞くばっかりで歌うことは避けてたんだけど、思いっきり声出すと気持ちがいいなと思ってそっからは結構頻繁に歌ってるんがあるんだけどね。人生を語らずこのね人生を語らずっていう LP レコードを人によったら拓郎のベストなアルバムじゃないかという評価も本当に高いんだけど、途中で発売禁止になっちゃったんだよね。ペニーレーンでバーボンの中の一部が引っかかってどうってことない詩なんだけど、いい曲いっぱい入ってたんだけど、その人生を語らずの時の拓郎のシャウトがもう尋常じゃなくすごいんで、拓郎本人も自分は最高だと、あの当時の俺は無敵だと言ってたけど、そのぐらいのこうパワフルな声を出してたんで、こん本人にこんなすごい歌い方をされちゃった曲を素人が結婚しようよとか旅の宿は真似て歌えても、人生を語らずを素人が歌えるもんじゃないという花から思ってたので、歌うの避けてたんだけど、でもまあいい歌だから歌ってみようなと思って、どん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 その大声を出すようになってきたんだけど、ただあんまり大声出しすぎると枯れちゃうし、まあいいや、あんまり言い訳がましいこと言っててもしょうがないので歌を。朝日が昇るから起きるんじゃなくて、目覚める時だから旅をする。教えられるものに別れを告げて、届かないものを身近に感じて、越えてゆけそこを、越えてゆけそれを、今はまだ人生よ、人生を語らず。嵐の中に人の姿を見たら、消えいるような叫びを聞こう。分かり合うよりは確かめ合うことだ。季節の巡る中で今日は確かめる。越えて行けそこを、越えて行けそれを、今はまだ人生よ、人生よ語らず。あの人のための自分などと言わず、あの人のために去りくことだ。空を飛ぶことよりは血を這うために、口を閉ざすんだ臆病者として、越えて行けそこを、越えて行けそれを、今はまだ人生よ、人生を語らず。
遅すぎることはない、早すぎる冬よりも始発電車は行け、風を切って進め、目の前のコップの水を一息に飲み干せば傷も癒えるし、それからでも遅くない、越えて行け、そこを越えて行け、それを今はまだ人生よ、人生よ語らず、今はまだまだ人生よ語らず、目の前にもまだ道はなし、お超えるものはすべてこのちょっちゃう超えるものはすべて手探りの中で、見知らぬ旅人に夢を置かれ、越えて行け、そこを越えて行け、それを今はまだ人生よ、人生よ語らず、越えて行け、そこを越えて行け、それを今はまだ人生よ、人生よ語らず。間違っちゃってありがとうございます。長い歌を最後で間違えると本当に本当にもうガクッてくる、もう人生終わったっていうか。あとさ、好き、すごくね、人生を語らずのアルバムに入って、あ、アルバムタイトルはあれかな、今はまだ人生を語らずって長いタイトルのアルバムで、曲名は人生を語らず。そのアルバムを落とすと、じゃあ最初に人生を語らずがかかるかなと思ったらかからないんだ。人生を語らずは A 面の2曲目に入ってて、最初に A 面に針を落とすと入ってる曲がペニーレーンでバーボンなんだよ。これがかっこいいんだよ。ってことは何、人生を語らず、今はまだ人生を語らずっていうアルバムで一押しの曲は人生は語らずじゃなくてペニーレーンでバーボンかよと思ったわけよ。それがかっこいいんだよ。でそれの詩の一部がちょっと問題視されて、言葉狩りにあっちゃったっていうか、ってアルバムごと発売禁止になっちゃって、後にまあ復刻したんだけど、でそのペニーレーンでバーボンもね、気持ちいいんだけど滑舌が難しくて必ず失敗するんだよね。でもそれでも歌いたくなっちゃうような気。でもギター一本で歌うのはすごく難しいんだけどさ。じゃあまあ失敗するのはまあ失敗込みで。ペニーレーンでバーボン。時が経ってしまうことを忘れてしまいたい時があるよね。すべてのものが何もかも移り変わってはいるものの、なんとなく自分だけ、なんとなく自分だけ意地を張り通して逆らってみたくなる時があるよね。そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力のないのなら酒の力を借りてみるのもいいさ。こうして今夜も原宿ペニーレーンで、原宿ペニーレーンで飲んだくれてる。ペニーレーンでバーボンを、ペニーレーンでバーボンを、今夜もしたたかい寄っている。恋人の顔なんて思い出したくないことがあるよね。まして会いたくなるほどの気持ちも湧かない一日なら、自分一人で歩いていたい。表参道ならなおいいさ。そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力などないのなら酒の力を借りてみるのもいいさ。こうして今夜も原宿ペニーレーンで、原宿ペニーレーンで飲んだくれてる。ペニーレーンでバーボンを、ペニーレーンでバーボンを、今夜もしたたか寄っている。テレビは一体誰と
テレビは一体誰のためのもの、見ているものはいつもつんぼうさぎき、気持ちの悪い政治家どもが勝手なことばかりやって、時には無関心なこの僕でさえが腹を立てたり怒ったり、そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力のどうないのなら酒の力を借りてみるのもいいさ。こうして今夜も原宿ペニレーンで、原宿ペニレーンで飲んだくれてる。ペニレーンでバーボンを、ペニレーンでバーボンを、今夜もしたたか酔っている。あまりに外は上天気すぎて雨の一つも欲しくなり、こんな天気は僕には似合わないんだと肩をすぼめて歩くとき、陽気に生きてゆくことがなんだかみともなくもなるよね。そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力のないのが疲れてきた、酒の力を借りてみるのもいいさ。こうして今夜も原宿ペニレーンで、原宿ペニレーンで飲んだくれてる。ペニレーンでバーボンを、ペニレーンでバーボンを、今夜もしたたか酔っている。みんないいやつばかりだとお世辞を使うのが億劫になり、中には嫌なやつだっているんだよと大声で叫ぶほどの勇気もなし、とにかく誰にも会わないで勝手に酔っ払っちまった方が勝ちさ。そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力などないのなら酒の力を借りてみるのもいいさ。こうして今夜も原宿ペニレーンで、原宿ペニレーンで飲んでくれてる。ペニレーンでバーボンを、ペニレーンでバーボンを、今夜もしたたか酔っている。長えやこれ、長すぎ。笑っちゃったよ本当。これスタミナがいるな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。パチパチもらっちゃったよ。パチパチいただきましたっていうか、もらえるような出来じゃないんだけど、笑っちゃうよな。ありがとうございます。浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。僕は僕であぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤か、ああ風流だなんて一つ俳句でもいねって、部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪いい香り、上弦の月だったっけ久しぶりだね、月見るなんて。
はすっかり酔っちまって、君の膝枕にうっとり、もう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい。ありがとうございます。これをまあ有名なアルペジオっていうか、この有名なこの弾き方なんで、これをカバーして完璧カバーしてる人は日本には山のようにいるんだよだからそういう人たちと比べると、こんなこと弾いててももうちゃんちゃらおかしい、笑われちゃうんだけどありがとうございます。祭りの後の寂しさが嫌でもやってくるのなら、祭りの後の寂しさは例えば女で紛らわしい、しまおう寝静まった街を抜けて、人を恨むも恥ずかしく、人を褒めるも恥ずかしく、何の恨みで憎むのか、もう眠ろう、もう眠ってしまおう、伏待ち月の出るまでは日々を慰安が吹き荒れて、帰って行ける場所がない、日々を慰安が吹き抜けて、死んでしまうに早すぎる、もう笑おう、もう笑ってしまおう、昨日の夢は冗談だったんだと。祭りの後の寂しさは、死んだ女にくれてやろう
祭りの後の寂しさは死んだ男にくれてやろう。もう恨むまい、もう恨むのはよそ、今宵の酒に酔いしれて。もう恨むまい、もう恨むのはよそ、今宵の酒に酔いしれて。ありがとうございます。あと笑い出しさん出しそうになっちゃったよ。本当困った病気だな。いやもう笑い虫が出たら出たで、別にレコーディングしてるわけじゃないんだから、癖ってやつだからしょうがないな。こんななんか2人もお二方も来てくれるなんて奇跡だね。じゃあ結婚しようよ。僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、約束通り町の教会で結婚しようよ。ボロンと鳴らそう、白いチャペルが見えたら、仲間を呼んで花をもらおう、結婚しようよ。もうすぐ春が便器を肩に、お花畑の中を散歩に来るよ。そしたら君は窓を開けてえくぼを見せる。僕のために僕は君をさらいに来るよ。結婚しようよ。雨が上がって雲の切れ間にお日様さんが見えたら、膝小僧を叩いてみるよ。結婚しようよ。二人で買った緑のシャツを僕の家のベランダに並べてこそ、結婚しようよ。僕の髪はもうすぐ肩まで届くよ。また笑いだし、拍手ありがとうございます。もう一曲ぐらい入るかな。ある雨の日の情景。あれ。なんかこれビューンってやる。このやったこれやってるピューンなんか、まあ、それ割愛しちゃって。
か音違う。窓にいっぱい並んだまだれの向こうで誰かがタバコに火をつけた。それから人はみんな傘をさしてまるで心を傘で隠せるみたいに、そして黙って雨の中を歩いてる。それから雨はどこかの風と一緒に茶色の葉っぱを一枚落としていった。それからみんな雨に濡れて歩いてる。雨の中をバスは動き出した。なんでこれは。バスは動き出した。もうすぐ終わるという気の緩みが。ありがとうございます。今日は洗いっぱなしだな。じゃあまたここで一旦切ってもう一回宝をやろうか。一旦切りますね。すいません。